シャルル・メシエ・シャルル・メシエは、フランスの天文学者。星雲、星団、銀河に番号を振り、メシエカタログを作った。ロレーヌのバドンビレに生まれる。11歳の頃に父を亡くした。パリのフランス海軍天文台で、1751年から天文館、ジョゼフ・ニコラ・ドリルの助手として働き、公開天文台の事務員となって、彗星の発見に没頭。 1758年冬から過去の観測から出現が予報されていたハレー彗星の捜索をはじめ翌1759年1月21日に発見ドリル天文館から表彰を受ける。しかしそれはヨハンゲオルク・パリッチュによる発見の1ヶ月後だった。マスコミが未発達のこの時代1ヶ月遅れの独立発見は仕方がないことではあるが パリッチュがヨーロッパ中に一躍名を知られるのと対照的に、この発見によって、いわれのない誹謗中傷を受けたことからその名を知られることとなる。しかし、この出来事の屈辱をバネとして、彼はより一層水星探索に没頭するようになっていった。1760年、ドリルの体感に伴い天文館に就任。水星発見者としての名声は高まっていき、 1764年ドンドン王立協会の外国人会員となる。この頃水星の創作の際、水星と紛らわしい天体が多いことに並行したメシエは1764年初めからこうした天体のリストを作り始めた。そして同年末18個の自ら発見した天体にそれまで知られていたものを加えた40個の天体リストを作成。 この時加えた40番目の天体は二重星だった。その後、1765年に、大犬座に M41 を発見したため、45個にしようと思い立ったメシエは、リストに M42 やプレセペ、プレアデスなどの有名な天体を追加した。1769年、お羊座の外れに大水星を発見し、プロイセン科学アカデミーの外国人会員の資格を得た。 フランス学士院は1階の事務官に学士院会員資格を与えることを渋っていたが、メシエが翌1770年にも水星を発見するとさすがに無視できず、同年に科学アカデミーの会員資格を与えた。生涯に発見した水星は13個に上る。ルイ15世はメシエを水星のカリウドと呼んだ。ナポレオンはメシエに勲章を与えた。 1774年にメシエ天体カタログ第1巻、1781年に第2巻、1784年に第3巻をそれぞれ発表。このカタログに掲載された天体をメシエ天体と呼ぶ。例えば M31 はアンドロメダ銀河を表す。メシエはカタログの定裁を整えるため、二重性や彗星と間違えるはずのない星団も入れていた。 後の観測でこれらのメシエ天体には、星雲以外に、星団、銀河も多く含むことが判明した。メシエが使用していた望遠鏡には、合計9センチメートルアクロマート屈折望遠鏡や、合計15.2センチメートルグレゴリー式反射望遠鏡、および、合計19センチメートルグレゴリー式反射望遠鏡などがある。彼の名誉を叩いて、月のクレーター、 小惑星7359番に彼の名が付けられている。1775年、ジェロームラランドによって監視者メシエザという星座が設定されたことがあるが、現在は用いられていない。いずれも非周期彗星である。ありがとうございます。